はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回もね、前回引き続きウイスキーの宮城郷です。前回余市が非常にまずくて一つ星をつけましたが、まあ、多分、宮城郷は、このパターンでいくと多分一つ星なんではないかなと思うんですが、ただね、逆に一つ星じゃない可能性もある。宮城郷はいわゆる、優等生っていうのかわからないけど、なんだろうね。でもなんか、そもそも色が、宮城郷の方が濃い。濃いですね。若干濃いですね。余市か宮城郷の方が濃い。いや、案外宮城郷の方が美味しかったりするパターンもある。これはまだ希望を捨てないでね。余市はものすごくまずかったけど、意外とバランスが取れてて美味しかったりする可能性もある。じゃあ乾杯。ああ。でもまだマシかな、余市よか。まだ若干マシないような気がする。まあそれでもこれフルボトル4000円ですからね。4000円の味とは程遠いですね。まずい。まずい。あ、アルコール臭も強い。これは、そうだ、言ってなかった。アルコール度数45度。原材料がモルト。容量 180ml。値段が1000円ぐらい。シングルモルト、宮城郷。創設者、竹鶴正隆が異なる個性を生み出す風土を求めて選んだ、これなんて読むの？なんとかの都、仙台。美しく緑豊かな森、二つの清流が出会う峡谷。冷涼でありながら穏やかな気候、そこから生まれる華やかで軽やかなシングルモルト。リンゴや洋梨を思わせる甘く華やかな香りと、樽由来の柔らかなバニラ香が調和。ドライフルーツのようなスイートさと、滑らかな口当たり。モルトの甘みと樽香が優しく広がる滑らかな余韻が特徴です。ああ、確かにちょっとリンゴっぽいかも。うん。あ、ちょっとリンゴっぽい。フルーティーっぽいね。フルーティーな味。まだこれ、余市の方よくうまいんじゃないか。まだ。余市は本当になんかアルコール臭が突出してたから、ドカッと来てたからね。これはまだ穏やかで。ほのかに確かにアルコール臭は香るけども、まあ。まあまあまあ。まあでも、リンゴっぽい。リンゴっぽい香りがする。うん。うん。それでいて、そこまでその、薄くない。しっかり、それなりに風味が残ってる。うん。まあ、それでも前のね、宮城郷、まあ、宮城郷俺10年は飲んだことないから、ノンエイジしか飲んでないけど。まあ、ノンエイジの宮城郷とどっこいどっこいぐらいでしょ。ちょっとやっぱり、アルコール臭がちょっと強いんですね。もうダメだな、これな。もう何度も言うけど、日華ウイスキーを俺の中で消滅したわ。もう多分買うことはほぼないでしょ。買うとしたら、フロムザバレル。うん。まだ俺もありますけど、フロムザバレルね。まだこんだけ半分ぐらい残ってます。まあ、これはまだあれですから。現存してますからね。
まあ、これの味が下手したら変わったりする可能性もあるけど、まあ。まあ、変わったら変わったでもう、買わないだけですから。そこまで、俺はあの、もう日課ウイスキーというのが消滅したとしたらもう、ああ、もうしょうがないなってなる。しょうがないっすね。うん。でもやっぱフロムザブレルは未だにこのうまさを、ね、保持してもらいたい。です。まあ、日課ウイスキーはもう、フロムザブレル以外はもう終了かな。フロムザバレルと、まあ、あとは最近発売したディープブレンドか。ディープブレンドが良かったから、こいつらもいいと思ったんですけどね。いいと思ったんですけど、ダメでした。まあ、となるともう、あとウイスキーを俺が買うとしたら、ボーモア12年。フロムザバレル。ブラックニッカディープブレンドぐらいか。あ、あと角瓶の黒角瓶か。そんぐらいだな。あと特に買う価値のあるウイスキーはいろいろ飲んできたけど。ああ、あとあれか。テネシーウイスキーのジャック・ダニエル。グレーか。ああ、あとマッカランとかもあるな。マッカラン12円とか。マッカラン12円も美味しい、ね。うん。もう海外ウイスキーだな。スコッチだな。もうジャパニーズはほとんど終わりを遂げた。終わりを告げた。ジャパニーズウイスキーはもう終了です。皆さん残念ながらもう、ジャパニーズウイスキーの生き残りはもうほぼ、死亡しました。うん、まあ、所詮あれなんですよ。ジャパニーズウイスキーっていうのは、まあ、ハイボール要因とか、でしかなかったのかもしれないですね。まあどうだかね、それはまあわかんないけど。少なくともでも、まあ、なんていうのかな。一時期のブームで、ブームに火がついたからって言って、ね。ウイスキーブームになったからって言って、原酒がね、少なくなったからって言って、その今までの銘柄を全部廃止して、全部まあごちゃ混ぜにしてね、で、10年とか20年とかを全部ごちゃ混ぜにして販売するような会社ですから、日課ウイスキーはね、所詮その程度だったっていうことです。ね、原酒不足だったからって言ってもね、なあ、しょうがねえだろ。じゃあしばらく販売中止にしまーすって言えばいいだけの話。うん。その出来上がるまでの年数がかかるわけだからね、ウイスキーっていうのはね。所詮ね、そうでしょ。でも、それよりも金儲けに走った。あ、やばい、原酒不足だから、ああ、どうしようどうしよう、もう、年数待ってる余裕がない、じゃあ全部ごちゃ混ぜにして販売したを、プラス、あれだ、アルコールを全部添加して、量をごまかして、量をね、調整して販売しよう、今の、ウイスキーブームに乗っかるんだ、みたいな。これが、今の日課ウイスキー。もうゴミ会社にもなり果てた。ゴミ。完全にゴミ。ゴミ会社になってしまった。ね。日課ウイスキーです。いや、甘さはまあ、あるか。
まあでもこれも似たり寄ったりって似たり寄ったりですね。大して。買う価値はないでしょう。2432です。ご視聴ありがとうございました。